神谷博士です。こんばんは、小野大輔です。こんばんは、中村雄一です。さてね、本当まずは健康、はい、休んだがあの博士から、中村雄一くんに一言。中村くん、ほんとごめんね。なんかいや、中村くん的には別にあれなんだが、まあでも中村くんに、いや、中村くんごめんね、ほんとにね。ピザが食いたくなってきましたね。あー、茶色のね、中村くんに誰か茶色いものを、彼をどんどんなんかもうちょっとカロリー、いいまま、カロリー的なものをあげて。中村くん、中村くん。続いて、はい、高校。前日にブッキングされて代打パーソナリティを担当した、中村くんから一言。神谷さん、どのエロ DVD がいいですか。はい、今夜はこの3人で楽しくお届けします。中村君だ。そんなイメージないはずなんですからね。どうも、杉田智和です。あ、ね、ちゃんと言ったね。いや、本当ごめんね。いやいや、本当にもうすいませんでした。いろいろともう大丈夫ですよ。なんか、ね、出ていただいたみたいで、なんかその方が評判良かったみたいで。そんなことない。ということで、僕とあなたの物語、リアガールストーリーズ第20話。おすぎ、気をつけて、ヒロシが君のミサを狙ってるよ。あ、それ青春のやつだ。改めまして、神谷ヒロシです。小野大輔です。そしてゲストは、はい、どうも、また来てしまいました、杉田智和です。はい、今夜は杉田君が代打で出た時の感想メッセージが今届いてる。杉田君が出た時のやつでしょ。はい、そうです。それ見たくねえな。そちら、そんなことないと思います。にゃんこ先生は元気ですか。あ、元気だよ。あ、よかった。そのうちをちゃんと見に行きなよ。はい、うわ、すごい楽しみです。前からね、ずっと言ってるんだよね。はい、そんな杉田君が来てくれた時の感想が、何を読んでいる。え、何が、いやいや、読んだらいいんじゃない。どうぞメール読んで。今ゲームの声を読むな。あの前に、せっかくあのいただいたんですね。あの、はい、あのメディアワークスさんからいただきました、機動戦士ガンダムモビル戦線0079ザマスターガイドです。聞いたことあるな。はい、あの Wii で出たゲームですね。はい、これ写真パシンと撮ったりして。写真撮ってる。おい、それ収録中に読むな、やる気を出せ。ザクキャノンかっこいいわ。オレジオのパイロット。なるほど。パイロットカランアイルワード役をやってるんで。ああ、はい、そういうからくりがあったわけです。これね、ジオのこれ読んでるんで、あの勝手にメール読んでください。オペレーターを。あ、はい。はい、ディアガールネーム、リュウさん。リュウさん、リュウ補正さん。まあ、ほんま、マジで奇跡起こった。嘘、奇跡だ。リュウさんから。じゃあ、その、それ系の声で。アムロってね。無理だよ。無理だよ。飯塚正蔵さんです。リュウさん読んでじゃあ。よろ、アムロ。似てねえ。似てねえ。似てねえ、読んで。前回、杉田さんが神谷さんの代わりに来ていてすごいびっくりしました と同時に杉田さん、オノディと神谷さんと一緒にラジオをやってほしいです。おー、なるほど、3人でね。はい、あ、じゃあ叶いました ね、 ね、今日いきなり、今日いきなり叶いました。よかったよかった。リュウ補正さんの、あ、ちょうど3人でやるって言った時に、あのドームのページを3人でやるって言ったのがドームのページはね、ジェットストリーム、ジェットストリーム、代表的な3人ですよ。嘘、3人といえばね、誰が踏み台にされる。誰が最初光って踏み台にされるんですよ。俺を踏み台にしやがったっていう人、誰が言いたい。あれ誰だろう、あれでもあれガイア、俺がマッシュガイア、ガイアです。あ、じゃあ俺かな。踏み台にされないタイプ。踏まれるのは俺だ。踏み台にした。なんでガンダムトークしとんねん。ダーズのガンダム、これも読んでっからでしょ。収録中に。ハンドルネーム、アスカさんです。お、ありがとうございます。毎日すこぶる暑いですね。小野さんは脇汗大量発生でしょうか。またか、またか。友人から聞いた話によると、脇汗ってフェルモンらしいですよ。フェルモン、フェロモン。おお、ということは大量な人ほどフェロモンを放出しているみたいです。やりましたね、小野さん。やりましたね。毎日暑いですけどお仕事頑張ってください。応援しています。じゃあいいんじゃないですか。逆に色気ってことですよね、フェロモン。どんどん寄ってくるんですよ。うん、女子がロマサガ2のアリみたいに。アリやだ、アリやだ。アバロン中の人たちがアリだって言って逃げてくる。そんな大変なこと。それ大変じゃないですか、そんなことになったら。そうだよ、ちょっとメロも控えて。アリいっぱい来られたら困るから。同じこのパーティーとして。やだ、パーティーなんだ。やだよ、俺のパーティーには入ってるんだよ。入ってるよ。いやいや、分かりました。一人脇汗でフェロモン出してる人がいて、なんかどんどん敵が寄ってきちゃうから困るでしょ、それは。でも経験値上がるよ。だってそういう話じゃないもん、佐川。
ああそっか、戦いが増えれば増えるほどどんどんストーリー展開度が増えていっちゃって何にもしてないのに進んじゃう。そうどんどん先に進んじゃう。ただのザコがその辺のボスより強くなっちゃう。そうだそうだ、サガはそういう弱と思ったらもうストーリーがどんどん先に進んでて滅びの日が近づいてる。積んでしまう。そう積んでしまうっていう。あつまり俺はそうか、滅びを呼んでしまう。そうだよ、滅びを呼んでんだよ。滅びだよもう脇汗は。おらないからで頼みますよ。女の子が寄ってくるんだい。ついたわけ汗かかないよね。汗ってか汗かかないよねあんまり。汗いやすっごいかきますよ本当に。ええ熱いもんとか食うとたまに髪の毛ペタンってなってるよね、汗でね。それはなってる、大変なことに。それはフェロモンじゃないの。違いますね。いやだからやっぱりフェロモン率は小野くんがナンバーワン。そうですよ、やったぜ。フェロモン小野だよ。フェロディーだよ。何でお付き合いってもじゃないからね本当に、フェロモン D だよ。イニシャル D みたいな。かっこいい。フェロモン D かっこいい。かっこいい。かっこいい。つくってドリフトすんだ。ゴワーって言って右脇でね、すごいドリフトをするわけです。いや俺すごいな。いろんな D 出てきちゃったね今ね。3人の D のイメージはバラ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 なんだ。今こっち助ける方でしょ。フェロモン D は助けファイトの方でしょ。そうそう、こっちドリフトする方でしょ。全然違うじゃねえか。食い違い、全く会話成り立ってねえよ。なんで俺まとめてんだよ。説明してしかもいちいち。うん、こんなもんこんなもん。くせもん。これがリアがある。引き続きラジオの前のあなたからのストーリーお待ちしておりますよ。してますよ、はい。そしてここでこの番組のタイトルにもなっているアニメ専門エンタメサイトアニメロミックスの中にある女の子のための携帯サイトディアガル情報を言ってみよう。はい。まずはアニメロミックスコール情報。アニメ専門メロディーコールサイトアニメロミックスコールで僕小野大輔と神谷博士のメロディーコールが配信スタート。このメロディーコールを設定すると電話をかけてきた相手にトゥルルルという呼び出し音の代わりに神谷さんと小野さんの声を聞かせることが不条理にできます。甘いセリフの呼び出し音あり、面白いセリフの呼び出し音ありと様々なメロディーコールを配信中です。こちらのメロディーコールは会員登録なしで購入することができます。その他に毎週変わる無料試しメロディーコールも配信中です。ぜひチェックしてみてください。うん。そして夏休みの恒例企画、はい、アニメルの怖い夏休み情報です。ね、怖い話の着信ボイスストリーミング配信やですね、ラジオパーソナリティのアンケートを掲載中です。僕らの浴衣スペシャルの写真もありますよ。まだあるんですね。まだあるか。まだある。それが怖い。小野さんが半身しか写ってないとかそういうことはないですか。おーい、すげえ怖えよ。めちゃめちゃ怖えよ。そういう写真作ったりするからね、この番組怖いからね。皆さんからの怖い話もまだまだ募集中です。優秀作品はですね、アニメロページ内にも掲載されます。怖い夏休みは31日までの期間限定となっております。ああ怖い。アニメロミックスディアガールへのアクセス方法はどの携帯もメニューリストからカテゴリーの着信メロディーからアニメがある項目に行くとですね、アニメあった、あった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 。アニメロミックスのページある。あったあった見つけた見つけた。みんなも見つけてね。これ怖いやつだ。アクセス待ってます。ではここで1曲をお届けします。8月はヒロシー強化月間です。現在まだ続くのかこれ、続くディアガールのサイトでですね、最後だもう最後、絶賛着メロ配信中のこの曲をかけますよ。ヒロシーどうぞ。はい、こんな曲紹介ですか、はい、わかりました。はい、河合武史で茨の旋律。シルク相談室。女の子のためのコミック誌コミックシルフに連載されている作家さんから毎回僕らのところに悩めるストーリーこと悩み相談メッセージが届いて、それをできるだけ本気で解決していくこのコーナー。カイジのコミックシルフボリューム3が現在絶賛発売中ですが、今夜ボリューム3の読み切り作品時の影に行くの作者粉かな子先生から悩めるストーリーが届いています。これ一人いくつまで食べていいの。何個でも食べていいんだよ。豚骨スープ飲む。ボスはどんな作品を描かれている作家さんなのか。はい、もう杉田くん交えて時の影軸の作品紹介。おばあちゃんの家に引っ越してきた愛は和室を割り当てられちょっと不満げ。その部屋にある古ぼけた掛け軸、愛が掛け軸を外そうとするとそこには人が通れるほどの謎の穴があった。
興味本位で覗いた瞬間、穴に落ちてしまう愛。その穴の向こうにいたのは、布団に横たわる少年だった。あの、どちら様ですか？少年の名前はセンタ。お互いに自己紹介をするが、どうも会話が噛み合わない。僕は昭和元年生まれだよ。じゃあ愛さんは未来から来たの？時を超えて出会った愛と少年センタの2人を待ち受けるディスティニーとは。続きはコミックシルフボリューム3で。何でございます何でございますじゃねえ何ですか？何かありました今？何かありましたか？杉田が今のトーンで、はい、布団に横たわる少年だったって言ったじゃないですか、はいはい、でカフェさんがあのどちら様ですかって言ったのが杉田に言ってるからねセリフセリフね、はい、セリフなんですけど、はい、あの主人公が女の子さんでさすが、ね、に僕らでセリフを振るわけにはいかなかったということで今回は神谷さんにセリフを、はい、していただきました、ね、僕はセンタ君男の子ですね、うん、そうやらせていただきました。まあ可愛らしい絵で非常にあの、うん、読み切りなので読みやすいと思いますので、うん、ぜひぜひ皆さん読んでみてください、ね、読んでみてください。よろしくお願いします。はい、はい、それでは、コナーかなこ先生から届いた悩めるストーリーを紹介していきましょう、はい、コナー先生の悩み。2年くらい前にひどい二日酔いになってから怖くてお酒が飲めなくなりました。アルコールには割と強い方ですが、あの悪夢を思い出すと2杯目すら躊躇します。ちなみに2年前の二日酔いの原因は日本酒でした。このトラウマをなくす方法、また酔いにくい方法があったら教えてください。お酒ですか？酒ですな。杉田君は、はい、飲むっけ？いや、飲みません。飲みませぬ？はい。なんか変な飲み方するよね、いつもね。1杯目なんかウーロン茶とか頼んで、いつの間にかお酒飲んでるってタイプなんだよ、うん、2杯目以降とか3杯目以降をなぜかお酒飲んでる。逆じゃね、ね、そうですね、大体そうだよね、いつもね、はい、なぜそういう飲み方を？でもお酒に合いそうななんかものが出てくると、うん、あ、これお茶で飲んだらダメだってことで、お茶で飲んだら杉田君はね、そういううまいものとかね、珍味とかね、うん、店をよく知ってんの。あーで、うん、兄さん今度どこどこに飯食いに行きませんかって言って、うん、連れてってくれるのはいいんだけど、うん、おいいよっつって安請け合いするとさ、とんでもないとこ連れてくるんだよ彼はとんでもないとは。そう、なんかね、うん、ちょっと前もね、あったんだよね、ありましたね、あの兄さん今度キャビア食いに行きませんかって言って、あ、分かる、いいよいいよっつって野島ヒーローと3人で行ったんだけどさ、うん、もう行ったらもう店構えが変なの、俺らさ、なんかもうチャラい格好して行ってるわけじゃないですか、うん、ジーンズに T シャツみたいな格好で、まあ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 普通のね、なのにさ、うん、入ったし、もう入り口からもうすごい入り口なわけ、うん、でかいの扉がで開けたら、あのなんだ、上着お預かりいたしますみたいな感じの店員さんがいて上着っつうかこの汚いジャンパーのことですみたいなそしてあの窓際の一番いい席を、しかも杉田が予約しちゃってるからさ、すんごいいいとこ通されちゃってんの俺ら。僕はランチの時にしか通りかかってなくて、その店の前はしかも入ったことがない。入ったことなかったんだ。で予約したんだ。そう、こんな店ランチやってんだと思って、これは今度聞いてみようと思って、そしたらコース料理で1万円以上しかねえわけだよ。うーわ、もう俺らさ入ってさ、じゃあいいよもう金で解決するならみたいになっちゃってすごいちょっと感じ悪いお客さんになっちゃった。ちょっとやさぐれちゃったそうもういいよじゃあみたいな、瞬間最高視聴率じゃないですけど、うん、あの田中秀幸さんっぽくね、なんとか第3位って書いてる時に、第1位はあの中村雄一が状況も分からずにボカーンとした顔で登場した瞬間そう、それなりそんな店なのにあのもうなんかちょっとさ、あの渡民とかさ、あの和民とか漁民に呼ぶ、人民呼ぶみたいな感じになっちゃってて、その場で電話してさ、中村今どこどこにいるんだけど来ないとかさ、呼んじゃったわけ。呼んじゃったんだで来たんだ、まんまと。それでまんまと中村くんと、あの時うちの三浦くんが来たんだよね。来た瞬間2人ともポカーンとしてます。なんだこれは、ここ何ですかみたいなで座って、じゃあとりあえず何か頼みましょうか、コース料理で1万円からになってます。ああ、みたいな下が1万円です。じゃあとりあえずこのキャビアのコースをみたいな一度やってみたかった。なんか、そうだよね、知らない店にいきなり行ったらどうなるかっていう、なんかそうだね、陳年会もそうなんだよ、陳年会って前話したよね、この番組で、ね、前話したけども、そうなんですよ、男だらけの陳年会、うん、新のメンバーだね、そう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 、3人はね、新年に
バカどもが。バカどもが集まってバカをやるっていうね。うん。それで行った店もなんかね、ちょっといい店でしたね。そうそうそう、今年の新年会もそうだったよね。ちょっとね、あの値段的にはいいんだけど、うん、とっても美味しいっていう。そうだね、そうそうそうだ。杉田君が、うん、そうそう、あのチョイスする店をうっかり行っちゃうと大変なんだよね。うっかりね。あ、そうだ、何だったっけこのコーナー。ん、あ、そうそう、だから先生の悩みに、ね、の悩みを乗るコーナーなんで、俺が原因で先生がさらに悩んでしまったら、ね、悩んじゃいけないんだよね。そうそう、あの二日酔いとかあれですよ、ね、あの別に、あ、確かにね、二日酔いはね、一回やっちゃうとね、うん、しんどいのかもしれないですね、うん、あのほら一回やってさ、食って当たったもんとかさ、食べたくないって思うじゃない。あ、それと一緒でさ、僕牡蠣当たった。あ、そうなんだよね、僕牡蠣大好きなんだけどさ、一回だったからさ、まあ、食いたくないと思っちゃうんだけど、でも、うん、絶対うまいんですよ。そう、うまいし、あとこの前食った、あ、割となんかそのいい店に行って、新鮮なものだったりとかすると大丈夫だから、僕当たった時、うん、回転寿司でセールで120円で生牡蠣が入って、あ、一緒。安い。で11時ぐらいに食って4時に熱が出ました。そう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 、あれ6時間後とかなんか作るんだよね。ああ、うわっとこう熱が出て死にかけましたね。そうそう、本当そうなる。だからそれ以来牡蠣とか食えないな。それとね、先生一緒だと思うんだけども、そんなきついの二日酔い。でもまあ、あの楽しいお酒だったりとか、なんかそう結構いい店に行って楽しくなんかみんなと一緒にこう牡蠣食べたりとかするんだったら大丈夫なんだけど、一人で孤独にね、回転寿司とかで食っちゃうとやっぱ当たっちゃったりとかするから、みんなで飲むと、そう、みんなで楽しく飲めば。そうそうそう、新年会生徒、あ、新年会に来るよ、先生、コナン先生、危険だ、女性ですが、あ、女性が、それしんどいな、やばいですよ、やばいね、しんどい、いい、しんどい、絶対しんどい、あの空間は、そうか、そうか、じゃあ楽しくないお酒になっちゃうかもしれないんでね、ぜひ、あの、だからお酒本当に、そうですね、あの、皆さんで、親しい方々とですね、一緒に楽しいお酒だったら、きっと二日大丈夫なんじゃないかなと思います、うん、うん、あ、なんかいい答えじゃないかな、はい、おお、今日解決してる、はい、その結果になりましたが、いかがでしたでしょうか、はい、はい、このシルフ相談室では、毎週、コミックシルフの作家さんから僕たち宛に悩めるストーリーが届くことになっております。ぜひラジオの前のあなたもコミックシルフを手にラジオを聞いて一緒に悩みを共有していきましょう。神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ、ワンフレーズストーリー。このコーナーではあなたの日常の出来事をワンフレーズ一行だけ書いてきてもらって、あなたに何が起きたのか、これを僕たちが勝手に想像してストーリーを膨らませていきたいと思います。はい、では早速です。新宅も参加してください、ね、はい、はい、東京都セルジオいちごさんです。はい、うん、そんなこと言う度胸ないよ。おお、何でしょうね、そんなこと言う度胸ない。先輩とかに対してね。いっぱいあるわ、そういうの。あるんですか。あるよ、ない、あるでしょ、杉田君とか。危険ですね。杉田の危険と、ちょっと考えただけでゾッとしました。ゾッと、何考えたの。本当ですよ、ゾッとの塔ですよ、本当に。ゾッとの塔じゃねえよ。それはローザが囚われていた塔ですね。あ、そっちか。ベルセルクでもありました。ちょっとこれはちょっと、ね、言えない、言えないね、3人とも残念ながら、あ、セルジュイチゴさん、いいとこついてきたね、これ言えないね、いいとこつきすぎちゃったんだ、いいとこつきすぎちゃったね。いやいや怖いね、3人とも言えない、行ってみたいけどね、行ってみたいな、言ってみよう、ようちゃんって言ってみたいけど、やめときましょう、はい、照明の当たるその光の濃さで、あー、ダメダメ、あー、出た、ペンネームアイスミントさんからいただいてます。これらこれでわかるかな、これダメだから、だからダメだから、あ、そうそう、はい、アイスミントさんから、こんな時間に、うん、おお、こんな時間に、時間に、夜10時半ぐらいに、うん、ゴロロクとお好み焼き屋がうめえからさ、今から食おうぜって俺を誘う中村雄一。遅っ。10時過ぎとかに、中村何食べるって言ったら、うん、肉だなって最近あいつ控えてるって言うけどね、うんうんうん、事務所的に止められてるんでしょ、食べてる、鍛えてるんですよ、その分。あ、なんかビリーズブートキャンプやってるって話ですね。そうですね、業界1位、誰よりも早くそれを取り入れたのが中村で、うんうん、なんかね、レスラーの体になってきてる、そうそうそう、うん、かなりね、ガチで強い、うん、彼もね、はあ、今殴り合ったら本当に5秒で殺されますよ、本当に5秒なの。この3人細いもんね、ちょっとね、4人だ
4人、ね、諏訪さんも含めね。この4人ちょっと弱そうだもんね。大丈夫かな。ダブル君に勝てそうにないもんな。もうこんな時間に肉ですかやっぱ。まあまあそんなもんですよ。最近でもそういう傾向にあるからね。暑いからさ気をつけないとね。この時間にアイスかとか思うけど結構食っちゃうんだよね。俺ビールさん、こんな時間にニャンコ先生があの餌くれよって。ああ割と言う言うんだ。何猫餌欲しいのとかっていうね。まあ、俺ねそうこの間夜12時ぐらいにあの帰った時に、うん、猫が、うん、あ僕あのぶっちゃけ言いますけど猫嫌いなんですけど、はい、あすごい顔になった、はい、まあ、そういう方もいらっしゃいますからね。なんかアパートの2階の階段を、うん、階段のなんか隅の方に猫がいたらしくて、うん、俺がこう上がろうとした瞬間にバッて飛び出してきて、うん、ってなって猫って思って、で今度上上がったらその、うん、階段を曲がったところに部屋があるんですけど、うん、曲がったところにもいてまたその猫もバッて飛び出してきてうん猫ってなって、で家開けたら俺あのベランダ開けっぱなしで出てきてたんですけど中にもいて猫バーッすごい怖かった夜の猫怖い。あ夜の猫そんな怖くないよね。怖いって絶対怖くないですよ。3連続は怖かった。あまあ確かにね、それは窓開けて出かける小野くんが悪いよ、うん、気をつけますけど気をつけてくださいね。何をしてたんですか。はい続いていきますよ。東京都ラテンのリズムさんです。意外と湿っぽい。これ脇汗ですね、どうせね。おい、ああ小野汗です。意外とっつうか湿っぽいよ、今も湿っぽいよ、ずっと湿っぽいよ。同時に同じことを思いつきましたね全員という全員じゃないこのスタジオにいる。何いるんだ今日は。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12 人いるんですけど。だってなんかパンパンってる人もいるし大注目ですよ。小野さんは明太子と同じで一腹二腹って数えるんで、僕はイカと一緒で一杯二杯で、なんで神谷さんはカブと一緒で一口とかなんで一番せちがらいね広瀬が僕イカですよ。イカ一杯二杯で、うん、なんで理由は理由はないんだ特にありません。特にねえんだこれこれ困るそう突っ込んでいい面白いじゃん面白いんだけどねはい、というわけで引き続きこのワンフレーズストーリーではあなたの日常の出来事を一行に集約したストーリーをお待ちしております、はい、トワンゴディアガールストーリーズ、そろそろ今夜のストーリーもエンディングの時間になってしまいました。おーい、杉田君、今日はありがとうございました。はい、こちらこそ。すいません、あのお茶を濁すどころか、あの根底から覆してしまった。そうだね、お茶ぶんまいてたよね違うものが出来上がったみたいな違うものが出来上がったね、本当だよね。まあ、せっかくだったんで、あの一番最初に登場してくれた中丸君にも今日のあの感想聞きましょうか。そうですね、まあ、杉田のやつは後でサゴゾウっときます、はい、すごいガチで格闘家だ。割とそういうこと言うからね。あ、格闘で。面白いけどね。うわ、今日盛りだくさんだね。盛りだくさんだね。中村君来ちゃったからね。ちょっと俺の周りで中村君の名前出過ぎだな、ちょっと。中村禁止令だそうかな。そうですよね。僕もガヤとかで、あの、おい中村って、この間中村のやつがさ、おい中村大丈夫かって。出過ぎ出過ぎ。もうちょっと出過ぎだから中村君。もうね、もうネットですからね。もうこれ以上彼のことは売らなくていいですよ。でもでも杉田も来たからね。何が？中村君もみたいな話もね。いやもう中村君はいいって。いいんですか？シグマ的にもう中村君をフリートークに使うのはもう中村君として得策ではないっていうことを多分もうそろそろ分かったと思うから、うん、危険さて番組ではあなたからのストーリーをお待ちしております。おはがきの宛先は郵便